久保さん、今回、逃亡者にしましょうか。逃亡者。なんか久保さんの動画にコメントね、あの入ってて、まあ、いろいろと書いてありますけど、焼き入れられたとかね、はい。逃亡者。まあ、逃亡してもいいと思うんですけど、逃亡できないことがあります。それは何かっていうと、生きるか死ぬかです。生きるか死ぬか <laughs>。うん。 本当に逃げたいんだ、本当に逃げたいというか終わりにしたいんだったら死ぬしかないです。自分で。自分で切腹するしかないですね。でも生きるという選択をするならば、生きることから逃げられないってことですね。申し上げますね。大事なんで。生きるを選択するんであるならば、生きるからは逃げられないってことですね。つまり生きるっていうことはリスクがある。リスクからも逃げられない。生きるっていうことは病気にかかる。まあ、今、科学がは、あの、医療も発達したんで、 昔に比べると死亡率は減り、減りましたけど、それでも、癌で死んでいく人、なん、かなりの割合います。生きてるっていうことは、癌にかかる可能性もあると。アファーク。アフク。<laughs> ね。だから、その、僕たちはすべて、えー、あの、うんなんだ。それを認識して生きていかないといけないんですよね。でも、多くの人はそれを、なんか認識してないというか、 うんまあお金の話をね、億万長者合宿ではそずっとしてるわけなんですけど、お金からも逃げられないです。で、逃げたいんだったら障害賃、障害賃金の5億10億円ぐらい担保があれば、まあまあお金に対しての悩みはなくなるかもしれないですけども、まあそれがないんであるならば稼ぎ続けないといけないです。なぜ働くのか、なぜ会社で働くのか、ほとんどの人が金のために働いてます。でもそれが事実です。 金のために働いていないっていうね、幸せな人もいますけども、99.99% 99の人が金のために働いてるっていうのは事実です。で、その事実を、どう、うん、なんだろうな、違う事実に変えるのかどうかは、それは自分次第ですね。好きなことをやって生きていけるようにする事実に変えるのか、変えないのか、お金のためだけに働いて生涯を終えるっていう事実で終わらせるのか、それはあなた次第ってことですね。 うん、いくら逃亡しても人生あの、生きるということからは逃げられないと。で僕はこんな話してるわけなんですけど、一回ね、一回じゃないな、もう三、四回ですか。あの、本当に死にたいなと思って、手首にね、あの、この風呂場でね、よくドラマでありますよね。あの、まあ、血をね、こう切って、手首をリストカットして、お風呂場にやって血を流せば、まあ、まあ、死ぬわけじゃないですか。 まあそれをね、2、3回やろうと思いましたよね。僕はできなかったんですよね。怖くて。まあ、痛いですよね、どう考えても。うん。だからこう、ちょっとなぞってたんですけど、いけないなっていうね。だから僕はね、その、これはね、どう受け、受け取る人がどう受け取るかはわからないですけど、死ねる人っていうのはすげえ人だなと僕は思いますね。うん。自分で命を立てる人っていうのは、なんかね、多くの人は、 なんかこれはね他の人と多分考え方が僕違うのであれなんですけど多くの人はなんで自殺したんだから三浦さんとか,か去年か一昨年三浦さん三浦春馬さんかな自殺したと思うんですけど僕すごいなと思うんですよね自分で命を絶てるっていうのはうんよほどのものがなければ自分の命を絶つっていうのは相当なエネルギーパワーが必要なので難しいんじゃないかなと多分一番難しいことって自分で命を絶つっていうことが一番難しいんじゃないかなと で、それを成し遂げてしまったっていうのはすごいことだなと。僕はすごいなとは思います。すごいなとは思う反面、自殺しなくても、まあ、行き着いた答えは、自殺しなくても、自分で命を絶たなくても結論死ぬと。どっちにしろ死ぬと。じゃあ、どっちにしろ死ぬんであるならば、そのリスクを背負ってでもいろんなことをしていろんな経験をして死んでった方が、まあ、いいんじゃないかなと。うん。 まあ生きるってことは大変なことだし。だけど、うん、うん、そっちの方がいいんじゃないかなと。でまあ人それぞれなんでね。うん、別にいいんですけど。まああとはまあ僕はチキン野郎ってことですよね。死ねないっていう。うん、やっぱ怖いっていう。そこに関しては怖かったと。うん。だからまあこれを見てる人が自分で切腹できないんだったら生きるしかないわけですから、もう二者卓越でしかないです。生きるか死ぬか。 ま、極端ですけどね、いつも僕は。生きるか死ぬか。生きるんだったらリスクはあると。失敗もすると。嫌なこともあると。じゃそれとどう向き合って生きていくのか。それがリスクであると。でも、リスクと戦うことが人生であり、リスクを受け入れることも人生であり、リスクを理解することも人生であり、リスクを知ることも人生であると。多くの人はそれを受け入れることもできなければ、それを勉強することもなければ、うーん、 ただ何も考えず生きている。考えているようで考えてないというところなんじゃないかなと思いますね。うん。はい。あなたは何を選びますかこれから。いってらっしゃい。